諏訪さん、別に俺がいなくなったところで何も変わらないだろう。4日後の夜8時に大きな花火が打ち上がって、それにお願い事をすると叶うんだって。3、うん、1。高校卒業したらボクシングどうすんだ。オリンピックでも目指さないか。自分に自信がない奴は手に手を出す。こいつは何か打ち込めるものがあった方がいいんだ。頼む。デザインはいいんですけど、もうちょっと考えますので。物を作る奴はいつも誰かのことを考えて作らないと。好きな場所で自由に過ごすことによって余命が延びるケースは多々あります。先生の奥さんは桜はもう見れないのかな。直也のことを幸せにできなくてごめんね。マナに出会えた時からずっと幸せだったね。